皆さん、こんばんです。3年ぶりの海外渡航ということで、まずはタイから行きます。タイということで、全日空のマイレージね、ここ3年ぐらい海外出れてなかったので、全日空のマイレージが21万マイル溜まってるので、マイレージを消化してね、と思って、ホームページから予約しようとしたところ、なぜかシステムの不具合なのか何かわからないんだけど、なかなか決済完了しなくてね、非常に困ってたんだけど、昨晩ね、昨夜遅くに、予約が完了しました。ということで、3年ぶりの海外渡航、まずはタイからということで、楽しみにしていただければと思います。で、その前にね、今日これ購入したんです。釣りとかね、しばらく去年あまりできなかったんだけど、今年に入ってから何回かやってるんだけど、釣り用の、ものということで購入したの。全部でこれ8000円ぐらいね、カインズホームで買ったんだけど、ワークマンとかでもね、カインズホームとかで、よくこういった、防寒で、ね、釣り用のやつ買ったりするんだけど、今まで結構普段着るような服でね、夏なんか特にそうなんだけど、結構釣りしてたんだけど、今後は釣り用とね、釣り用のやつは釣り用でって分けていこうかなと思ってます。なので、釣り行くときは釣りで使う、専門の、着るものということでね、上も下も、夏に関してもそうなんだけど、と思って、集めていこうと思ってます。なので、これで8000円ですね。このチョッキとかね、チョッキ脱ぐとこんな感じですね。この上下と、あとチョッキで購入した感じです。なので、これだったら一応、春、秋から、春か。秋だったら、割と11月かな。秋も終わりに近づいて、冬に近づく時期から、春、ね、だいたい4月ぐらいかな。4月の初めぐらいまで、着ようかなと思ってます。ゴールデン、これだけだったらゴールデンウィークぐらいまで行けるかなって感じはするんだけど、夜とかなんか特にね、寒かったりするから、あれですね。で、さらに本当に冬の冬で、かなり寒い時期だったら、これプラスアルファで、上とか、いいなとかね、さらに、防寒対策していかないといけないんだけど、いずれにしてもね、これは釣りで使ってきます。なので、車にね、一応袋を置いといて、現場で着替えて、そしてまた釣り終わったらまた着替えてって感じで、その服に戻そうかなと思ってて、これから分けていきます。やっぱりその釣り行くと汚れるんですね、餌とかね。この団子とか最近クロダイでやってたりしますけど、あとは伊豆とか行って、オキアミとかやるときも結構やっぱりつくんですよね。そのまま知るとやっぱりあれかなと思ったんで、やっぱり釣り用と、分けていこうかなと思ってね、購入したんです。なかなか良くないですか、この柿色ということでね、よくいいなって感じします。で、航空券に関してですね、3年ぶりの海外渡航ということで、タイということで、まずは駐在していたタイですね。別チャンネルの方で一番最初にアップしたのが、タイに駐在している時に、ということで、タイのバンコクもしくはパタヤのね、プーケットなどの動画アップしたのが始まりだったんだけど、タイの動画楽しみにされている方結構いらっしゃると思うんですけどね。最新の情報ということで、普通の観光客が行かないようなところもかなり攻めてきますので、物価とともにね、伝えていければと思っています。なので、楽しみにしていただければと思います。タイの動画はかなり出してきますからね。で、今回、航空券ということで、全日空のマイレージということで、21万マイル溜まってたんだけど、ビジネスクラスで取ろうと思ったら、なぜかちょっとね、予約、こうやって決済するとき、完了しなくて、ね、システムの不具合がないので、その後見たらビジネスクラスなくなってしまったので、ちょっと残念ながらビジネスで行けなくてエコノミーになったんだけど、行きます。で、行きに関しては日本から、全日空の直行便でね、直行便で、バンコクのサンナプーン国際空港で、帰りは、同じく、タイも駐在してたんだけど、ベトナムも駐在してたんで、ベトナムのホーチミンから、出ることにしました。間がない、いわゆる、業界用語でいうオープン上ですね。オープン上ということで、行きの往路の目的地と帰りの出発地が違う、ここをオープン上と言いますね。途中航機ストップオーバーっていうのは、途中で、どこどこ経由でどこどこ行く場合ね、例えばバンコク経由でダッカ行く場合とか、じゃあバンコクで途中降機してちょっと寄ってみたいとかいう場合は途中降機ストップオーバーっていうんですけどね、ストップオーバーっていうのもね、途中降機なども一応業界用語ではあるんだけど、今回はオープン上です。なので別切りね、別冊航空券ということで、この別切りも専門用航業界とか航空業界で、別切り、専門用語ですけど、別に航空券を取ってきます。TG、タイ航空か VN、ベトナム航空、もしくはエアアジアも出てるかな、今ちょっと出てるかわからないんだけど、いずれかね、取っていこうと思ってます。で、あとはシンガポールね。
バンコク駐在した時に、仕事出張で3回行ったかな、4回か、4回行って、あとは別途で2回行ってて、今まで6回行ってるんだけど、7回目のシンガポールもね、今、再訪計画立ててます。ただか、今回の一応ね、一番の目的の国というのがタイですので、タイを長めに入れてます。で、ベトナムとシンガポールは、まあ、そこまで長くはないんだけど、少し滞在しようかなと思ってるところです。まあ、他にもね、東南アジア諸国ということで、一応すべての国を訪れましたけど、フィリピンとかインドネシアとかね、あとマレーシア、あとは、ミャンマーですね、あとはカンボジア、あとブルネイ、東ティモールですね、いろんなところ行きましたけど、南アジアに関してもね、ブータン、バングラデシュ、あとは、スリランカ、インドですね、ネパール行って、パキスタンがまだ行ってない、パキスタン行きたいし、アジアで言えば中央アジアまだ行ってないので、中央アジアは結局未踏の国家なので、いずれまた行く予定です。キルギスとかトルクメニスタンとかね、タジキスタンとか、ウズベキスタン、カザフスタンですね、それらの5カ国です。で、さっき言ったパキスタン、そしてモルディブもまだ行ってないので、モルディブもね、いずれ行きたいと思っていて、というとこですね。あと北朝鮮まで行ってませんからね。はい。なので、まあ、まずは足慣らしということで、駐在経験のある、タイからということで、タイの動画結構楽しみにされている方いらっしゃると思うんだけど、まあ、結構本当にくまなく入っていっていろいろ紹介していきますので、楽しみにしていただければ。物価も少し上がってるんだけど、そういったところね、チップの間、まあ、いろんなところとか、そういったところも伝えていければと思ってますのでね、まあ、そこら辺楽しみにしていただければと思います。主にはバンコク中心にね、パタヤも少し長居しようかと思ってて、この2都市はね、今回まあ久々の3年ぶりの、3年以上ぶりか、タイなんで、この2都市はちょっと長めに滞在させていただいて、あとプーケットももしかしたら、6回目かな、再訪するかもしれません。はい。で、あとはまあまたね、今年は、バンコク経由でいろいろどっか行こうかなと思って、中央アジア行くときにまたバンコク来て、バンコクから飛んでいこうかなと思ってるので、その時も含めてまたタイはね、行きますので、その時にまた、これタイ国内ということで、まあ、大体くまなくタイ国内も行ってるんだけど、いろいろとまたね、行ければなと思ってます。はい。ということで、まずは足慣らしということで、まあ、航空券ね、全日空のマイレージで特典航空券を取りましたけど、日本から、バンコクのサムプン国際空港、そして帰りはホーチミンのタンセナット国際空港から日本へということの間、別冊別切り航空券でこれから予約していきます。はい。で、シンガポールも今、検討しているところで、タイに関しては、バンコクとパタヤですね。と、あとは他にもちょっと行こうかなって今計画してるんだけど、今考えてるところです。ということで、また現地よりね、発信していきますし、あとは生配信もね、今まで海外でやったことないので、海外からの生配信もね、できればやっていきたいと思ってます。Wi-Fi は結構店とかでも拾えるので、いろいろとね、ちょっといろいろと、そんなに長くなくてもちょっと短時間でもいいからやってもいいかなと思ってるので、それもね、楽しみにしていただければと思います。ということで、ぜひチャンネル登録いただいてない方はね、チャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。